よし、では今日の練習はここまでだな。お疲れ。お疲れ様でした。今日の練習もとってもワンダフルだったね。そうだね。ところで司君、この後少し残ってもらえないかな。うん、なんだ、新しい仕掛けか演出のテストか。あ、まさか例のパワードスーツを試すつもり。パワードスーツ、なんだそれは。詳しく話したいところだけど、残念ながらそちらはまだ調整が終わっていなくてね。今度現物を持ってきた時に話すよ。今回司君に協力してほしいのはそれとは全く別の仕掛けについてなんだ。パワードスーツとやらが気になるが、まあどちらにしろ演出に関わることなんだろうし、なんだろうと俺は協力するぞ。おー、なんだか楽しそうだね。ねねちゃん、私たちも見学しよう。うん、そうだね。この後どうせ暇だし。で、何をすればいいんだ。司君の声を録音させてほしい。簡単なセリフサンプルを用意したから、まずはそれを頼むよ。え？そんなうるさいだけの音声、何に使うわけ？うるさいだけとはなんだ。ほら、うるさい。もちろんショーに使うんだよ。舞台装置としてね。使い道の候補はいろいろあるけれど、例えば瞬間移動なんて面白いかもね。瞬間移動？このステージでそんなことが可能なのか。ああ、今考えているのは古典的でシンプルな仕掛けだからね。ステージ以外の場所から声が聞こえたのに、次の瞬間にはステージの上に現れるみたいな感じさ。古典的っていうか、子供騙しすぎない？それは演出と使い方次第さ。ひとまず音響設備や音の響き方、聞こえ方を試したくてね。それ用のサンプルが欲しいんだ。わかった、そういうことであれば協力は惜しまん。ありがとう司君。ああそうだ、それ以外にもちょっとした使い道を考えているから、台本にあるセリフ以外にも入れてもらって構わないよ。できれば聞いた人が笑顔になるような楽しいセリフがいいんだけど、どうかな。それならワンダフーイを入れようよ。レイ君、台本貸して。あ、おい、本当に勝手に書き足すな。逆に司が言わないようなセリフとかもいいんじゃない？ほら、キラキラサニサニーとか。いいね、サンプルは多い方がいい。今のセリフも入れておこう。お前ら、こういう時本当に俺の話を聞かんな。これで全部取れたか。ああ、ありがとう司君、かなり面白、豊富なボイスサンプルが取れたよ。さて、これをランダム再生になるように組み込んで、とりあえず試作品1号の完成だ。え、早っ。わー、ボタンがついてる。あ、もしかしてひな祭りの時に言ってたボタンを押すと司君の声が出るおもちゃ？その通り。あの時すでにさっき話した仕掛けについていろいろ考えていてね。ではうまく機能するか早速テストといこうか。 M 君、ボタンを押してみてくれ。はーい、ポチアマかけるペガサスとか来てんな。あ、意外と綺麗に撮れてる。よし、もっと押しちゃおう。ポチポチポチ。
その名も1億光年早いわ。なにランダム再生機能もしっかり働いているね。おい、その機能必要なのか？もちろんさ。だってほら、未来を約束されたスター、その名もキラキラサニサニつかさくん変なこと言ってるちょっとエム、もう押さないでお腹痛いおい、こんなもの本当に役に立つのか考えに考え抜いた喜劇よりも、こういう単純な愉快さが時として大事になることもあるのさ。お前がそう言うなら信じないこともないが。ところで、音響設備の確認以外にもとある用途に使いたいんだけど、構わないかい？今話した通り、こういう単純な愉快さならきっと何も考えずに笑ってくれると思うんだ。なんだ、笑わせたい奴がいるのか？ああ、ちょっと古い友人をね。あ、そうか。じゃあしょうがないな、構わんぞ。本当にいいのかい？ここまで準備しておいて今さら遠慮か？いいからやってこい。だがやるからにはちゃんと笑わせるんだぞ。爆笑以外許さないからな。ああ、もちろんだよ。ありがとう、司くん。